TV プログラムエアーゾーン、自然というフィールドで人がいかに光を感じ、水に遊び、大地を駆け抜け風になれるか、エクストリームアクションからヒューマンチャレンジスピリッツまで素晴らしい風の世界をクールな音楽とともにあなたにお届けします。超気持ちいい、それがエアーゾーン。放送は毎週金曜3時。 Now Ride On。Natasha Beer from Saipan, and welcome to everyone coming to our beautiful island for the windsurfing and kitesurfing competition. We hope to see you here soon. Hi, I'm Jeff Elliott. This is Micro Beach. This is a very popular place for windsurfers and now becoming popular for kiting. Good morning.Good morning! Where's the wind? That's...今回もトリップしたいと思います。
敗してしまいました。ここのゲレンデはですね、風がですね、こっちの方から吹きます。で、木がちょうど邪魔するんですね。木が邪魔してしまいますんで、上げてからすぐですね、もう急いで海に出てですね、ちょっと、まあ、ガスティになってる、この辺がガスティの、この辺の上空がガスティになってますんで、風がもう汚いんですね。汚いですから、ですから早めに沖の方に出るような心がけをした方がいいと思います。そして新しい風を常に取り入れるのが一番いいと思います。ローカルのですね、ローカルのカイトボーダーのスコットさんです。スコット、モーニング。はい。スコットさんは どちら出身？国はどちら出身ですか？フェリーキャンプタウン。フロリダ。フロリダ。フロリダ、ココビーチ。の方ではどのぐらいやられてたんですか？About 4 years. 4年ぐらい。今日はやられるんですか？はい。I don't know. Maybe. Need some wind. 今ちょっと風がないんで、吹いてくればやる。あ、じゃあ吹いてきたら。吹いてきたら過激なライディングを見せてください。スコットさん、あのカイトの魅力っていうのは何ですか？ Why do you like boarding? Very little equipment compared to windsurfing. Big jumps. Big jumps. Fast. Crazy. 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 Lots of fun. ウィンドサーフィンに比べてコンパクトなギアで大きなビッグエアがメイクできる。And、とってもエキサイティング。そして、And very, you can go in very little wind. Very little wind compared to windsurfing. ウィンドサーフィンに比べて弱い風でもその楽しめるっていうところが非常に魅力的だ。あ、そうですね。And wave riding. Wave riding is a lot of fun. Wave riding. Wave riding も楽しめる。Downwind wave riding. Downwind.じゃあもし風が吹いたらスコットさんの過激なライディングを見せてください。 If wind's coming, show me the exciting one. Will do. Thank you. Thank you. Thank you. ありがとうございます。はい、ここのゲレンデはですね、アウトの白い波が立ってるところがあるんですけど、そこのところが結構こう見るとあんまりないように見えるんですけど、波があります。で、あそこのところでウェーブライディングも、カイトボーディングでウェーブライディングも楽しめます。なので、ウェーブをやりたいカイトボーディングの方は、あそこでやっていただきたいと思います。おはようございます。どうですか？痛かった。痛かった。痛かったでしょ。